大隅国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ。西海道に属する古事記の国海神話においては筑紫島の四面に筑紫国、報国、声国、熊祖国が見える。古代の南九州は古事記、日本書紀の日向神話と呼ばれる神話の舞台となった。この中でアマテラスの孫の二ニ,ニギが高地方に降臨し、この氷が2位。 ほでりを懲らしめた胸と共に、兄の子孫のハヤトが、今も天皇に仕える由来だと述べ、理の子、うがや吹き合図は、初代天皇、神山といわれびこの父である胸を記している。後、神武天皇は、日向から統制に赴くこととなる。現在、これらの日向神話は、歴史的事実そのままとは考えられておらず、その由来には、諸説がある。特に、古事記、 日本初期が成立するまで、すなわち7世紀後半から8世紀前半の南九州における対早との政治情勢との密接な関係が指摘される。早とが名を表すのは天武天皇の時代からで7世紀末から8世紀前期に4回の反乱を起こしている。そして天皇家による南九州における統治を正当化し、早とが服属すべき理由を過去に遡って説明する。 ものと考えられている。七世紀中期以降に、律令制の成立に伴って、現在の鹿児島県の本土部分と宮崎県を含む、広域に、日向国が成立した。大宝2年8月1日に起こった、薩摩、田の反乱を契機に、同年、日向国を咲いて、小皿国、他国が分立した。その流れの中で、数年のうちに、総軍を咲いて、 クワハラ軍が、天平商法7年にさらに、総軍を咲いて、ひしかり軍が設けられ、六軍となる。天長元年10月1日に、現在の薬島と種ヶ島にあたる種国を合わせた。この際、四軍にあった、種国の軍は二軍に統合され、結果大隅国は八軍となる。平安時代には、昭園の進展で、オーラ軍がその実を失い、肝付軍に編入されたとみられる。 明治12年、天海軍島を編入した。明治30年には、現在の三島村、豊島村地域が、薩摩国川辺郡から大島郡に編入された。両政国が成立する以前は、祖国とも呼ばれた熊祖の本拠地であり、後にも薩摩と並んで、早との抵抗が、最後まで根強く続いた地で、日向からの分離及び、早との根拠地であった総軍の分割は、 ハヤト勢力の弱体化を意図して行われた。薩摩国画のある高城郡に、非前から移民が行われたのと同様に、大隅国画の置かれた桑原郡には、部前から移民が行われるなど対ハヤト政策が取られている。当時は、そのようなはやと市長の大隅ただし、宋君、貸しきあがた主官干といった豪族が拡挙した。養老4年にはやとは、 大隅守陽光氏マールを殺害し、律令国家の支配に対して反乱を起こした。大和朝廷は、大友旅人を進む早と次節大将軍に任命し、この抵抗を鎮圧する。この反乱を受けて、総軍はさらに分割され、早との管理は徹底された。その結果、奈良時代中期から後期には、大隅の支配は安定し、 延暦19年には、他地域同様に反転性も導入され、律令制による支配が定着した。しかし、早との同化が進んだ一方で、平安中期には、南東人が侵入してきたり、一方で観光4年、大隅守間の茂田田が太宰夫婦間、大倉光高に射殺され、長元2年にはこれも太宰府大元で、島津荘の開発者であった、平末元が、 大隅国画を焼き打ちし、国河支配が壊滅的打撃を受けるなど管轄内の諸国に対する介入の度合いを強める打宰布との激しい対立があり、その背景には南東との交易利権の干渉が絡んでいた。こうした情勢の中で、それまで国の中心となる神社であった鹿児島神宮に、八幡神を勘定して、九州を処別宮となる聖八幡宮が成立している。 平ら本は賄賂を駆しし、また藤原頼道に、島津荘を寄進することで、身の安泰を図り特段処罰を受けることもなく、現地に住み着いたので、さらなる領域拡張を続け国画領を削り取る。島津荘とそれに対抗して、聖夜渡具の権威を活用する大隅国画との対立関係は続き、国土は実質的に、島津荘と聖夜渡具領に二分されていった。 大隅国府跡被告府は、イロハーザル衣によると、クワハラ芥銃、アクタ及び駅林本の節用州では、総軍とある。現在の霧島市国部府中にあったと推測されているが、遺跡はまだ見つかっていない。大隅国分寺跡、大隅国分寺跡、鹿児島県霧島市国部中央。演技式内社、演技式新名庁には、以下に示す、大社一在一社。 勝者四座四社の敬語座五社が記載されている。大こそ一社は名神大社ではない。そうじゃ、一宮江が鎌倉幕府、編集室町幕府、編集江戸期以前、編集江戸時代、編集。ありがとうございます。